旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は佐賀に行ったら宿泊したいおすすめホテル&旅館10選をご紹介していきます。温泉も名湯揃いで観光スポットも数多くある佐賀県、観光でもビジネスでもホテルや旅館選びは結構迷うものです。利用する時々によって利用目的も異なりますし、交通の便や施設の充実度など宿泊する条件に合った宿泊施設を選びたいですよね。今回はコスト、清潔感、温泉などの様々な観点からチェックして10選でおすすめのホテルや旅館をチョイスしました。この動画で紹介されてないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは唐津シーサイドホテル。 JR 東唐津駅から車で5分の距離にあるのが唐津シーサイドホテルです。浜辺にある高級ホテル、目の前に広がる素晴らしい唐津湾の絶景が一望できます。定番の観光スポット虹の松原にも隣接していて観光の起点として便利です。唐津ならではの海の幸、山の幸が味わえ、天然温泉で心身ともに癒されます。各客室は玄界灘を望むオーシャンビューで部屋にいながら絶景が楽しめます。展望浴場からは絶景を眺めながらの入浴で心も体もリラックス。夏季にはシーサイドプールが楽しめ、5歳から参加 OK のサーフィン体験も開催されます。次にご紹介するのはホテル花鳥園。ホテル花鳥園は嬉野インターチェンジから約5分と車を利用される方には大変便利です。温泉街にも近く、観光スポットへも高アクセスとなっています。日本三大美肌の湯で名高い嬉野温泉のお湯は皮膚を滑らかにし、みずみずしい肌によみがえります。この美肌の湯を緑が美しい大浴場と最上階の空中露天風呂の2つの浴場で満喫できます。客室からは嬉野の街並みや自然の景色を堪能、居心地の良い空間でゆっくりと過ごすことができます。食事は佐賀の味覚と旬の素材を生かした数々のこだわりの料理が味わえます。季節の懐石や特選料理をご堪能ください。次にご紹介するのは椎葉山荘。嬉野の中心街から南へ向かって車で5分のところ、椎葉川沿いの一軒宿が椎葉山荘です。緑が美しい椎葉山と田園風景にあふれた棚田に挟まれて佇んでいます。椎葉山荘の館内では露天風呂が一緒になった内風呂、山の湯があり、館外には大露天風呂、椎葉の湯が設けられています。レストラン、山帽子も併設されていますのでご利用ください。日本三大美肌の湯に数えられる名湯が嬉野温泉です。高温で無色透明、ナトリウム含有量の多さは日本でも稀な泉質で、お肌に潤いを与えて入浴後はツルツルスベスベになります。次にご紹介するのは多良岳温泉ホテル蟹御殿。佐賀と長崎の県境多良町にあるリゾート旅館が蟹御殿です。多良町の特産物といえば竹崎カニ、渡りガニの一種で竹崎地区の近海で獲れるカニは竹崎カニと呼ばれ、上質のカニとして大事にされています。蟹御殿では竹崎カニの生けすとしては最大級の広さの施設を完備、カニへのストレスを限界まで少なくし、より良い状態でテーブルに運ばれます。調理の方法としては新鮮で生きの良い竹崎カニを塩茹でとするのが最高とされています。有明海に面した露天風呂は眺望も抜群でリラックス効果も満点です。貸し切り露天風呂も多数ありますので、ゆっくりと温泉を楽しむことができます。次にご紹介するのはハミルトン嬉野。歴史ある嬉野温泉にある小高い丘の上に立つのがおしゃれな洋館ハミルトン嬉野があります。18から19世紀にかけて世紀の美女と称された英国のレディーハミルトンの名に由来して作られた嬉野温泉で最初に作られたリゾートホテルなんですよ。ハミルトン嬉野での自慢の一つが、地産地消にこだわって調理される地元の旬の食材が作り出すイタリアン料理。ハミルトン嬉野が誇る心のこもった味が堪能できます。開放感いっぱいのリストランテトレコローネで優雅さにあふれた最高のお食事タイム、おすすめです。次にご紹介するのは
グリーンリッチホテル鳥栖駅前、 JR 鳥栖駅からなんと徒歩30秒、まさにアクセス最高のホテルがグリーンリッチホテル鳥栖駅前です。快適、機能性を兼ね備えたデザイナーズルームでゆっくりと宿泊ができます。駅近で便利なだけでなく、リーズナブルなお値段と清潔感にあふれたお部屋にも大満足できますよ。客室も各種タイプが揃い、利用目的に合ったお部屋が選べます。そしてグリーンリッチホテルズの特徴が、上質な安らぎとより快適な眠りを提供するためのオリジナル寝具、デュベスタイルの清潔な布団と枕は固めと柔らかめの2種類が用意され、浴衣とガウンもお好みのものを選べます。次にご紹介するのは万松閣四季島。お車利用なら嬉野インターチェンジより5分で到着するのが万松閣四季島です。16室の露天風呂付き和洋室と木のギャラリーと名付けられた和洋室、一見和モダン風ですがスタイリッシュ感にあふれるとてもおしゃれなお部屋になっています。お料理はとろけるブランド佐賀牛付きの料理長おすすめ懐石が一番人気です。日本三大美肌の湯の一つである嬉野温泉、その温泉を堪能できる優しい光で包まれた大浴場とクスノキを見ながら入る露天風呂はリラックス効果も満点。さらにはプライベートに浸れる個性豊かな8つの貸し切り露天風呂ではのんびりとしたひとときが過ごせます。次にご紹介するのはアパホテル佐賀駅前中央。佐賀駅北口から歩いて3分で到着、やっぱり駅近が便利と納得できるのがアパホテル佐賀駅前中央です。全館 Wi-Fi 対応となっていますし、全室に32型の液晶テレビ設置されています。コインランドリーもありますので長期滞在にも適しています。それと何と言っても嬉しいのがリーズナブルな宿泊費でしょう。コストパフォーマンスをホテル選びのポイントとされる方にはアパホテルがおすすめです。清潔感にあふれたホテルですので気持ちよく滞在ができます。次にご紹介するのはホテルマリターレ創生佐賀。イタリアのルネッサンス様式と現代建築が見事に融合したスタイリッシュなホテルがホテルマリターレ創生佐賀です。佐賀駅より徒歩5分という立地も最高のホテルで、ビジネスにも観光の拠点としても利用できます。イタリアから輸入した17、18世紀代の家具や調度品が使われ、ヨーロッパの雰囲気を醸し出しています。バスルームではジェットバス、シャワーブース、ジャグジーの設備が完備され、旅の疲れを癒してくれます。館内は清潔感にあふれ、接客も申し分ないので安心して宿泊ができますね。最後にご紹介するのはホテルビアントス。鳥栖インターチェンジからも近く、車利用の方にはアクセスの良いホテルがホテルビアントスです。ビジネスはもちろんのこと、長期滞在や観光の拠点としての利用にも最適なホテルです。各種タイプのお部屋がありますので、目的に合った部屋をチョイスできます。ホテルビアントスでのお食事も充実していて、館内レストランのサフランでは地元野菜をたっぷりと使用した見た目も鮮やかな料理を味わうことができます。店内はゆったりとくつろげる雰囲気に包まれ、ご家族やお友達との会話を楽しみながらのランチやディナーに最適です。今回は佐賀に行ったら宿泊したいおすすめホテル&旅館10選ということで、佐賀県を訪れた際に利用したいおすすめのホテルと旅館をご紹介しました。いかがだったでしょうか。大自然に包まれた施設から駅近の便利な施設まで様々なタイプがあります。お出かけの目的に合ったグッドなホテルや旅館を見つけてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。